高大神宮宇治橋の大鳥居津久島神社の大鳥居鳥居とは、神社などにおいて、神域と人間が住む俗界を区画するものであり、神域への入り口を示すもの。一種の門である。鳥居を建てる風習は、神社の建物が作られるようになる前から存在した。古来日本では、屋根のない門という意味で、お上布吹き御門とも言った。中国の火表の訳を鳥居とするので、 過去には漢文で仮表と記したこともあったという。鳥居は一般的には神社を象徴するものとして捉えられているが仏教寺院にも見られることがある。一方で鳥居を持たず、楼門を持つ神社も存在する。戦後の区画整理により境内が縮小されたり移転したため、現在の神社境内とはかけ離れた場所に孤立している鳥居もしばしば見かけられる。 御陵に建てられていることもある。図案としては神職であった氏族や家が家門として用いることがあるほか、現在の地図記号では神社を意味する。俗神においては、鳥居の上に石を投げて乗せると願いが叶うと言われることがある。数え方は基、一期、二期と数える。一般に一つの参道に複数の鳥居がある場合は、一番外側から、一の鳥居、二の鳥居、と呼ぶ。 また、神社の前に形成された町のことを鳥居前町と呼ぶことがある。稲荷神社などの鳥居が朱色であるのは、古来その色が生命の躍動を表し災いを防ぐとして、神殿などに多く使われたためで、これが鳥居にも影響しているとされる。鳥居の起源については、諸説あり、考古学的起源について、はっきりしたことは分かっていない。単に木時を縄で結んだものが、 鳥居の起こりであると考えられる。文献にちすれば古くは、フアシゴモ門と称して、奈良時代から神社建築の門の一種としている。いずれにせよ、8世紀頃に、現在の形が確立している。その他主要な説として、アマテラス神を天意跡から誘い出すために泣かせた、床よの長明町にちなみ、神前に鳥の泊まり木を置いたことが起源であるとする説。 日本の歌舞伎門に起源を求める説、インド仏教に見られるトーラナや中国の歌氷や鳥座を、パイロー、朝鮮半島のクレナヤ門、イスラエルの移動型神殿、雲南省とビルマとの国境地帯に住む赤族の村の門など海外に起源を求める説などがある。また、ユダヤ教と関連があるとする説もある。満州には鳥居のような歌舞伎門が見られる。 現在の雲南城とビルマとの国境地帯に住む赤族のパトーピーという村の入り口の門では上に木彫りらしき鳥が置かれることや鳥を模した造形物を飾る風習もあることが実地を調査した研究者から報告されていることから日本の神社でよく見られる鳥居の原型は赤族らが長江流域から何か避難してくる前長江流域に住んでいた時代の鳥居ではないのか という説もある。赤族の村の門には鳥の木餓たちが置かれるが、同様の鳥の木餓たちは日本での稲作文化の始まりとされる、弥生時代の遺跡である池上、曽根遺跡や巻向遺跡でも見つかっており、また他にも多くの遺跡でも同様である。その他、さらに遡った歴史観として、鳥を赤く染めるのは古代ユダヤ教の影響を受けているや、果たしは、 イスラエルの失われた獣子族の一族であるという、比喩道ソロンや、朝鮮半島のクレナイヤモンに基づく説も見られるが、疑似科学の意気を脱するものではない。語源についても、同様に不明である。鳥の止まり気を意味する、鳥を語源とする説、止まり気説、通りいるが転じたとするカリアザ説、通らなを漢字から仮音詞表記したとする説などがある。カーウフセケルは、 鳥居の名称を鳥そのものに求め、死者の家として、家屋の中心部だけを残して、数形の対象としたとの説をとる。構造そのものに着目した説としては、鳥居下手説とでも呼ぶもので、そもそも建築用語として、高欄の横木の最上部のものを鳥居下手と呼ぶことは、奈良時代の資料から明らかになっており、障子の上桁の横木を鴨居と呼ぶのと、同じく鳥居とは、 古来からの建築用語であり、これが神社門に転じたとする説である。奈良時代に鳥居の語は建築用語として存在し、平安はじめに一般神社門は鳥居と俗称され、平安中期にはこの名称が庶民によって用いられたとする。二本の柱の上に笠木二層の水平材とする場合に、上層の笠木に接して、島木を渡す。 その下に抜きを入れて柱を固定したのが一般的な鳥居の構造である。他に、お抜きと笠木の間に額束を立てることがあり、中下部にカメバラを施したり、掘った手であれば根巻きや根巻石を施すことがある。笠木と柱の間に台和という円形の保護材をつける例もある。鳥居の分類は大別すると、柱や笠木など主要部材に、照りや、反りがあるかないかである。 テリアソリが施された代表例としては、病人鳥居があり、それらが施されない代表的な例としては、神明鳥居が挙げられる。材料は、木材で作られた木鳥居、石で作られた石鳥居、銅板で全体を吹いた鳥居を、銅鳥居、金鳥居などが一般的。銅鳥居はカ、カネの鳥居と呼び、江戸時代には浮世絵などに描かれている。ただし、 木星は土に触れていると腐り、さらに白アリに触害されてしまうことも考えられる。木星の柱が土に触れている例がある。佐賀県西松浦郡有田町にある須山神社の鳥居は、陶磁器製、京都府八幡市にある飛行神社の鳥居は、ステンレス製、秋田県八郎潟町にある福川神社の鳥居は、塩化ビニール製である。その他にも、 鉄筋コンクリート製や鉄パイプ製のものなどがある。うじこの負担を軽減させるため建て替え時には安価で耐久性にも優れた高質塩カビニール製の鳥居が選択されることも増えてきている。鳥居の種類 A、神明鳥居、B、鹿島鳥居 C、明神鳥居、D、八幡鳥居、E、かすが鳥居、F、中山鳥居 G、下空鳥居 H、三柱鳥居、 アイミワトリー J、両部、ー建てられる、鶏の形式は、騎士社の、好みによることが多く、鹿島神社に、カスガ、ーが建てられるようなこともあるように、祭神と、関連を持つことは少ないが、三王、トリーは、比枝神社になどと結びつくものもある。神明、ーに代表されるものは、柱や傘には丸材を用いることもあるが、全体的に直線の部材が用いられる。神明、鶏は、 素朴な形式で、全体的に直線的である。笠木柱には丸材、抜きには板材が用いられることが多い。笠木の下に、しまがなく、抜きは貫通せず、柱は地面に対し垂直に立てられている。伊勢鳥居とも言うように、伊勢神宮において現れたと考えられており、この類に、下空鳥居がある。この形式のバリエーションとして、抜きに角材を用いたものが、 靖国神社をはじめとする各地の五国神社で広く見られることから、特に靖国鳥居と区別することがある。カスガ鳥居、カシマ鳥居、ヤワタ鳥居の類は、明神鳥居と同様に、笠木の下に、しまがあり、抜きが貫通し、カスガ、ヤワタ鳥居の柱には、滅びが施されるが、照りやそりは施されない。ちなみに、カスガ鳥居とヤワタ鳥居は、 カサギと冠の木口を斜めに切るか切らないかの違いのみで、主要部は同様に作られる。明神鳥居は、カサギの下に、し巻きがあって、そりが加えられている。柱は地面に対して、少し傾斜をつけて建てられている。ウサ鳥居以外は、カサギとの木をひたい場で連結して補強している。金婦山寺堂の鳥居つく島神社よのライトアップ、四天王寺石鳥居。 日光東照宮石鳥居・朝霞神社石鳥、居・鶴岡八幡宮一の鳥、居・大宮神社の大鳥、居・幻統者文庫、あなたは三つ言えますか日本の三大雑学236による、商弁よけとして利用されていると考えられる、鳥居風の置物飼い主と散歩中の犬による、マーキングや、人による立ち商弁を抑止する目的で、兵などに小さな鳥居風の置物を取り付けたり、 鳥居風の図を描いたりする事例が見られる。これは、神聖なものである鳥居に証弁をすると罰が当たるという日本人の心理を利用したものとなっており、また、設置自体が罰が当たるのではないか。という日本人の心理に対しては、鳥居とは構造の比率が変えてあるなどの工夫もされている。ゴミの不法投棄を減らす目的でも、鳥居風の置物は利用されている。設置した場所は、 不法投棄が減った事例があり、逆にこれを設置しすぎたために効果が薄れたと考えられている事例もある。ありがとうございます。